無職で100万円ファイヤー実施中、テレビくんです。よっ、まっしゃい。本日は初プレゼントいただきました、パリススノーさん、ありがとうございます、というテーマで話していきたいと思います。ありがとう。見てほしい方は YouTube を始めて半年、動画30本、登録者数32人にしてプレゼントをいただいた無職について知りたい方、非正規で100万円貯めた方法を知りたい方、貯金が全然ない方、無職の生活考え方を知りたい方向けの動画となっております。このチャンネルでは無職ドルオタ34歳ボカロ P が100万円貯めた方法、 AGA 治療の経過報告、ファイヤーを目指す過程だったりなどをアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。本日2022年9月16日に YouTube のリスナーの方から初めてプレゼントをいただきました。送っていただいたのはパリススノーさんです。いやー、あー、もうありがとうございます。ありがとう。で、もうテンション上がりすぎてちょっといつもの BGM 変えてちょっとアゲアゲな EDM にしてみたんですけど、どうですかね。前のあのチルな感じの曲とどっちがいいですか、いいか、ちょっと聞かせてください。いや、それでですね、パリススノーさんからAmazon ギフトカード1000円分をいただきました。やったー。いやー、非常に嬉しいです。今日ですね、14時頃に昼寝から目覚めて、でトイレに行こうとしたら、で玄関に茶封筒が落ちていて、まあ茶封筒っていうか茶封筒です。茶封筒が落ちていて、え、なんだと思って拾ってみたら、テレビくんと書かれていました。おっと思って、これ欲しいものリストだと思って、で、なんで落ちてたかっていうと、多分配達員の方が新聞受けにねじ込んでいかれたかと思います。結構新聞受けの幅とその茶封筒の幅が合ってなくて、多分ガッてねじ込まれた感じ。別に置いてくかポスト入れてくれればいいのにって思ったんですけど、もうねじ込まれて靴の上に落ちていました。でもう中を早速開けて見たんですけれども、パリススノーさんからメッセージまでいただきました。お世話になっております、少ないですがどうぞ。いやー、もうとんでもないです。もう ありがたく使わせていただきます。ありがとう。それ使い道としましては、今現時点で Amazon ポイントが900円分ありまして、で合計1900円分の買い物ができる状態になっています。それでもうせっかくいただいたので、まあ、残るものがいいよねって思って、まあ、服か、まあ、コード進行、まあ、作曲関連の本を買いたいなと思いまして、でまあいろいろ Amazon を見ていたんですけど、まあ、服だとちょっと中国製のやつもあるし、生地とかザラザラ でサイズも違ったりするし、で、まあ、失敗するかもなって思いまして、まあ本かなと思って、まあいろいろ探してると、まあ以前読みたいと思って、まあリストに入れておいたままにしておいた、一生音楽で食っていきたい人のための本、あなたの音楽収入を10倍にしようという本を買おうと思いました。まあそれで、まあ、買う前にメルカリでもまあ検索したところ、まあ結構ケチなんで安いのないかなと思って、でまあ検索したら、まあ500円でまあ売っていて、で状態もいいって書いてあって、でポイントも使えたので、もう97円でメルカリで購入させていただきました。ケチなので別の作曲本を購入させていただきます。でコード進行の本は、まあ、何冊あっても助かるので、もう非常に
ありがたいですね。でまた見てたんですけど、でどれがいいかなと思って、でクラブミュージック、あクラブミュージックコード進行とベース&メロディっていう本と、かっこいいコード進行108という本をパリススノーさんからいただいた甘ギフと自分が持っていたポイントを合わせて159円で購入させていただきました。もう一気に3冊も音楽の本を買えて、もうとても幸せです。で、まあ、メルカリで買った本と合わせて、もうあの全部合わせても256円で3冊も買えてしまって、本当に幸せです。これを読んで、もういい曲をどんどん作っていきますので、はい、ぜひ聴いてください。で、まあ、いつも動画の最後にニートでいたいっていう、まあ、自分がボカロで作った曲をエンディングテーマとして流しているんですけれども、まあ、そちらのチャンネルはあの和藤という名前で作っておりまして、でいつも概要欄にフルバージョンを載せているので、ぜひ、まあ、そちらも聞いてチャンネル登録をよろしくお願いします。登録者数が32人の状態で、ね、ジョイトイさんみたいな、もう登録者数が2000人を超える方みたいに、でもしゃべりも上手で、アウトプットもしっかりしてる方みたいに、で欲しいものリストを送っていただけるとは思っていなかったので、もうとても嬉しいです。おめでとう！で、まあ自分のリストをは、あの結構服が多いなって思いました。で黒系の服が結構好きです。でよく着てますね。で今持ってる服も、まあ、こんな感じなので、まあ、ご覧にリストをご覧になって、テレビくんってこんな格好してるんだって思ってくれると嬉しいです。あとリストに載せてるのはですね、タイカレーですね。タイカレーとあとをあのジャスミン米で食べてみたいなって思っていて、でそちらもちょっと欲しいものリストに入れている状態です。おあと、もしもの時のための非常食も必要なので、保存水とアルファ化米も揃えておきたいなと思って、欲しいものリストに入れております。で保存水はもう6本入りのやつを買ったので、まああるんですけれども、まあ、いくらあっても水は貴重だよねっていう感じで、まだまだ募集していきます。その調子その調子。でまとめです。で登録者数32人にしてプレゼントをいただけて、もうとても嬉しいですね。パリススノーさん、改めてありがとうございました。ありがとう。でも動画投稿してるといいことあるなって思いましたね。ほんとジョイトイさんみたいな感じで、うわーってテンション上がってます。でもこれからもどんどん投稿していくのでよろしくお願いします。でプレゼント送っていただけたら、またこんな感じで動画を作成させていただきます。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲ニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるので、ぜひ聴いてください。欲しいものリスト公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方は、ぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。くて打ちした、もうニートでニートでニートでいたい。怒られるの嫌だし、朝起きられない。もうニートでニートでニートでいたい。今日一日楽しかった。